皆さんこんにちは。今回はひらがなの穴埋め問題です。真ん中の四角に共通するひらがなを入れて言葉を完成させてください。制限時間は30秒です。それでは早速やってみましょう。1問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はくでした。枕、ろくろとなりました。このようにマスの中に1文字入れて2つの言葉を完成させてくださいね。2問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はうでした。帽子、草履となりましたね。別解もたくさんあるかもしれません。別解が見つかった方はぜひコメント欄にてお待ちしています。3問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はくでした。白衣、薬味となりました。お医者さんは普段は白衣を着ていますが、手術の時には緑色の服を着ていますよね。これは手術では赤色の血をたくさん見るので、赤色の反対色の緑色の服を着て目が疲れないようにしているんだそうですよ。4問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はもでした。着物、重りとなりました。文字の穴埋め問題は推察する力や言語記憶力、想像力を鍛える効果があるそうですよ。5問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解は和でした。河原、イワシとなりました。さあどんどんいきますよ。
6問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はうでした。道着、通貨となりました。一般的に道着というと柔道、空手、合気道などの白のイメージがありますが、同じ道着でも柔術着にはたくさんのカラーがあるそうですよ。7問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はさでした。あさり、ひさめとなりました。ひさめとはもともとは暖かい時期に降る氷やあられを指していましたが、現在は寒い時期に降る冷たい雨を指すことが多いそうです。8問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はがでした。干潟、毛ガニとなりましたよ。この脳トレは知ってる単語をあれこれ思い出すことで記憶力の向上につながりますよ。9問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はらでした。さらし、ざらめとなりましたね。最終問題です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はるでした。ボルト、コルクとなりました。追加でおまけの問題です。マスの中に入る文字を20秒の制限時間内に答えてください。終了です。答えはコメント欄へお待ちしています。
この問題は以前知の種で配信した動画です。概要欄に動画の URL を載せていますので答えをチェックしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。知の種のホームページでは様々なノートレプリントが無料でダウンロードできます。ぜひチェックしてくださいね。皆さんのコメントや高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。